コムディアクインです。よろしくお願いします。はい、では自己紹介させてください。広島のメンヘラといえばなっちゃん。ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当宮本なつきです。よろしくお願いします。なっちゃん。はい、アモアマムスアマム。ありがとうございます。高校3年生湘南のなな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 なアム。高校1年生ピンク色担当桜桃です。よろしくお願いします。なっちゃん。はい、アカリーございます。高校3年生の担当の宮下です。よろしくお願いします。アカリー。アカリー何があった？途中から あれ消えた。あ、撮りました。あの、なんか途中、あの、これあのすごいでっかい安全ピン通してるんですよ。で、途中からあの引っかかった瞬間にあ、いってってなって多分刺さったんですよ。マイクにいてって音が入ってます。いや、ってなって大丈夫、大丈夫よ。あ、背中で刺さった。あ、そうそうそう。で、早く取らなきゃいけんと思ったけど、次打たなきゃいけんってどうしようと思ったら取れとった。今日、あたり衣装めっちゃ壊れる。あの、ついにこれ壊れました。そう、1個ついに画面弾けたんよね。おー、ダメよ。みんなで拾い集めたね。そう、え、でもライブ中も1個取れんでよかったね。よかったね。あ、もうなんか、壊れてない。壊れたさっきのそのに、もう壊れた。みんな壊れよる。やだ、壊れない。衣装がもうやばい。やばいよ。ということで、そろそろ告知お願いします。はい、明日もここセカンドクラッチさんで広島ハックガールズのまなみちゃんの生誕祭があります。やったー、めでたいですね。はい、で、その次、午後がアリスガーデンの方でライブがあるので無料なので、ぜひ来てください。で、それがあかりちゃんと私の休みなので、はい、あの2人すいません、この2人で頑張ります。頑張ります。見に来てください。お願いします。それではこの後ね、頑張り合っていきましょう。以上、私たちがコミュニアクインでした。ありがとうございました。